エンジン・ジョー・ヤングは1949年のアメリカ合衆国のファンタジー映画。プロデューサー、原案はメリアン・シー・クーパー、監督はアーネスト・シュード・サック、脚本はルース・ローズが務めるなど、キング・コングのスタッフが再集結して制作された。ロバート・アームストロング、テリー・ムーア、ベン・ジョンソンが出演しており、アニメーション効果はレイ・ハリー・ハウゼン、ピート・ピーターソン、 マルセル・デルガドが手掛けた。当時としては最高峰の特撮技術が駆使され、1949年度のアカデミー資格効果賞を受賞している。1998年にはマイティジョーというタイトルでリメイク版が制作された。アフリカの今後にて父親と暮らす白人少女ジルは一頭のコゴリラをジョーと名付けて可愛がり育てていた。10年後、 ナイトクラブの経営者オハラは身長3メートルの大ゴリラへ育ったジョーと出会い、美しい女性へ成長したジルともどもアメリカへ招いて工業を打とうと格索、移住させる。彼らのステージは人気となるが故郷とは異なる。環境下でストレスを貯めていくジョー。ある日のショーに訪れた水角の暴挙に起こったジョーは大騒動を巻き起こす。キングコングでアニメーション制作を手掛けた。 ウィリス・オブライエンはエンジン・ジョー・ヤングではストップモーションアニメーションの特殊効果スーパーアバイザーを務めた。また、デイ・ハリー・ハウゼンはオブライエンのアシスタントアニメーターとしてエンジン・ジョー・ヤングで初めて映画制作に参加することになった。しかし、オブライエンは制作における技術的問題の解決に専念したためアニメーション制作のほとんどをハリー・ハウゼンに委ねた。 ハリー・ハウゼンの他に、ピート・ピーターソンとマルセル・デルガドもいくつかのアニメーションシークエンスを手掛けている。デルガドが手掛けた、ジョーの模型やアニメーションは、キング・コングのものよりも洗練されており、より細かいジェスチャーや、トラックの荷台に乗ったジョーが追手に唾を吐くシーンなどのコメディ要素が盛り込まれた。一方で、キング・コングの時と同様に、ジョーの大きさについての問題が発生しており、 体長10から12フィートのジョーは多くのシーンで大きさが変化している。ハリー・ハウゼンによるとこれはプロデューサーのメリアン・シー・クーパーがドラマティックな効果を狙いジョーの大きさを変えるように指示したためではないかと推測している。RKO は1933年のキングコングのヒットや1938年、1942年、1946年の 最上映で収益を上げていたことから、エンジン・ジョー・ヤングに大きな期待を寄せていた。エンジン・ジョー・ヤングはアカデミー資格効果賞を受賞したものの、工業的には失敗して67万5千ドルの損失を出している。この結果により、当初企画されていた続編、ジョー・ミー・ツ・ターザンの制作は中となった。トーマス・エム・プライヤーは、ニューヨーク・タイムズに批評を寄稿し、 クーパーとアーネスト・シュード・サックについて、世界中の人々にこの怪物のような機械のゴリラを愛してもらうか、少なくとも深い共感を持ってもらおうと努力していると批評した。バラエティシでは、エンジンジョー・ヤングは笑って楽しめる作品であり、豊富なユーモアや真のヒーローとなったロボットゴリラが登場する。ウィリス・オブ・ライエンとレイ・ハリー・ハウゼンに率いられた。 大勢の専門スタッフの技術力が、このロボットに命を与えていると批評している。ありがとうございます。